は貧しいの夫婦病の母を救うため薬を探しに森にやってきた。この森のどこかに薬があるはず。どこだ、どこなんだ、どこにあるんだ、どこだ。待っていたぞ私が、悩める民を救う、この森に住む神様だ。神様。母を思うお前の優しさに胸打たれ、お前を助けにやってきた。本当ですか？信じられない、ありがたき幸せ。お前の望み一つだけ叶えてやろう。ならば大きな一物をください。大きな一物をください。ちょっと待って。ズボンを突き破るほどの、いや、そうでしょ。大きな一物を私にください。いや、ちょっと待って、ちょっとおかしくない？ねえ。そうじゃないだろう、話が違う。病の母はどうした？そうだそうだった、母の命が一番大事だけど。大きな一物をください。大きな一物をください。戦闘でみんなが二度見する、大きな一物を私にください。いや、さっきから一物って男性のあれの話なの。もうやめてくれ、お前のために出てきた私がバカだった。嘘です嘘です、母の命を救ってください。お願いします。いや、わかればいいんだけどね。ついでに大きな一物をください。大きな一物をください。クジラのように巨大で、お前絶対モテないな。キリンのように反り立って、通天閣のように立派で、鍋の半カスのようにそびえ立つ。大きな一物をください。待ってください神様、待ってください神様。